エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はこれからデジタルイラストを始めてみたい初心者さん向けに、アナログと比べてデジタルのどんなところが便利なのかを解説します。デジタルは便利そうだけど、いろんなボタンや機能があってよくわからないよという人のために、デジタルで最初に知っておくと良さそうな便利機能を3つ紹介します。デジタルでどうやって書けばいいか迷っている人は、よかったら参考にしてみてください。解説には iPad と無料アプリのアイビスペイントを使います。アイビスペイントはスマホでも使えて、指でもいい感じに描けるので、スマホがある人は気軽にチャレンジしてみてください。それでは行ってみましょう。デジタルの特徴その1、アンドゥ。アナログは失敗すると書き直せませんが、デジタルは失敗しても前の状態に戻れます。これをアンドゥと言います。アンドゥしたい時は左向き矢印を押すか、画面を2本指でタップすると1つ前の状態に戻れます。失敗を恐れずサラサラ描けたり、新しい塗り方に挑戦できてすごく便利です。デジタルの特徴その2、レイヤー。レイヤーは何枚でも重ねられる透明な紙のようなものです。こんな風に線画、色、背景を別々のレイヤーに描いて、それを重ねて1枚の絵として表示できます。レイヤーの何が便利かというと、後から部分的に色を変えたり変形移動できるところです。例えば肌や髪の毛、瞳、服などをレイヤー分けしておけば、後で髪の毛の色を変えられたり、目の形や位置を変えたりできます。濃い色の上に薄い色を重ねたりもできるので、コピックだと髪の毛のハイライトなど薄い色のところは避けて塗らないといけませんが、デジタルは後からハイライトのレイヤーを重ねられるので、髪を塗るのがすごく楽になると思います。デジタルの特徴その3、リッピング。アナログではみ出さずに塗ろうとすると、筆先で慎重に塗ったり、マスキングテープを貼ったりしないといけないですが、デジタルのクリッピングを使うと指定した範囲からはみ出さずに塗れます。例えばこんな風に下塗りからはみ出さないで影を塗ったり、新しい色を塗るときに便利です。ラストは色がはみ出してない方が綺麗に見えるので、ぜひ使ってみてください。ということで、今回はデジタルの便利な3つの特徴、アンドゥ、レイヤー、クリッピングを紹介しました。この他にも便利な機能がたくさんあって、そちらも動画にできればと思うので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最近はアイビスペイントのような無料で使える絵描きアプリがたくさんあって、スマホや iPad があれば誰でも無料でデジタルイラストを始められるので、気軽に挑戦してみてください。もちろんアナログで描く方が好きなら、無理にデジタルで描かなくてもいいと思うので、楽しく描ける方でいいと思います。いろんなお絵描きアプリを使ってみた動画や、デジタルとアナログで実際に描き比べた動画もあるので、気になる方はそちらも見てみてください。この動画が参考になったよという方は、高評価を押してもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。